はい、どうもタンタンです。こちら、ビッグアイランドからですね、これミニベースって言ったらいいんですかね、ウクレレベースとかミニベースとかって言われる、まあ、このぐらいのスケール感のベースで、こちらはいわゆるウクレレベース、まあ、ウレタンのね、太いこう弦が張ってるのと違って、エレキベースと普通のエレキベースと同様にこう鉄の弦が張ってて、こうマグネティックのピックアップで音を拾うという感じで、単純にこうスケールがぐっと短くなってる、そんな感じのモデルですね。で、弦の方も一応このモデルの専用の弦になってまして、1弦から EADG のいわゆる普通のベースと全く同じような音階で弾けるというのが特徴かなというところなんで、まあ、ウクレレをやってる人っていうのはもちろんなんだけども、普通にベースをいつも弾いてる人なんかも単純にこうサイズダウンした感じで弾けるというところが特徴ですね。でこちらはモデル名が EBU の ACA、まあ、ACA、アカシアですね。このバックは、このほとんど本体自体はマホガニーなんですけども、トップにこう結構これ綺麗な感じですけども、アカシアが貼ってあるという、そんなモデルになっております。まあ、生音はね、さすがに。このぐらいなのでそんなに聞こえないかなというところですけど、まあ、もちろんね、アンプを通して出すとまあ、普通のベースのチューニングと同じスケール短くて同じだからか、まあ、やっぱりテンション感は、ね、すごく柔らかく感じますね、結構遊べる感じかなと。本格的に使うのももちろん良いですけれども、ベースの雰囲気をねちょっと出して、ね、遊びたい方、それとあとはまあ手軽にね、こうベースだとやっぱどうしてもサイズが大きくなるんで、ちょっと手軽に持ち運べるようなそんな雰囲気の、ものとしても考えられるのかなという感じの、ちょっと面白い楽器じゃないかなと思います。でコントロールはこのマスターボリュームとございます、はい、ということで、こちらビッグアイランドから出ておりますミニベース、ウクレレベースですね、 EBU の ACA の N ですね、アカシアをトップに貼った、はい、ソリッド、まあ、セミホローちょっと抜いてるみたいなんですけれども、セミホロー構造の、はい、ウクレレベースでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。